はい、OK、行きます。昔の乗り心地中心でセッティングしていったジオメトリーだよね。これ、はいはいはい、ギアで一生懸命、ギアの反力感で一生懸命 N 調整してんだよこれ。ただじゃあジオメトリーが持っている、そう、要するにセルフコントロールで、うん、こう自分でまっすぐ行こうとか、グッとカトキャンバーを増やしてやろうとか、じゃあちょっと踏ん張り方向でインフォメーションを運転者に伝えてあげようとか、そういう部分じゃなくて、とにかく足が滑らかにスムーズに動くにはどうしたらいいかって考えてる足だよな。つまりその乗り心地なわけですね、うん、いや、はっきり言って、うん、いや、それよくできてる足かもしんない、うんうんうん、これはね、まあちょっとこのブルブルの今度は別にしてね、そうですね、うん、でもね、乗ってて面白くないんだよこの足。あ、要するに逆に言うと、そういうフリクションなくしてスムーズに動かそうというふうに、もうとにかくストラットまっすぐ立てるよ、うんうん、ホイールのオフセットも減らして、うん、力がきちんとあのセンターに入るようにするよ、うん、動きはスムーズで、うん、ね、なんだけど、じゃあある程度回転中心よりタイヤの位置を外に出してやるから、タイヤの動いた感覚っていうのはハンドル切って伝わるよ。それが要するにインフォメーションになるんですね。それから、はい、そうそう、からキャスターもつけてあげるから、うん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 、キャンバー切った時にタイヤの接地面がちゃんと補正していくよ、はい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 、それから N 付近もギアボックスに頼るんじゃなくて、うん、サスペンション自身がまっすぐ前に進もうとするよ、うんうん、っていうサスペンションからインフォメーションだとか、うん、サスペンションが自分で走ろうとする、ね、ジオメトリーつけようというのが、これ今の時代の足なのよ、はいはいはい、なぜかっていうと、パワーステアリングが電動になって、うん、いろいろチューニングできて、はい、いろいろ制御できちゃうから、うんうんうん、むしろ足はしっかり走る方向に作ろうよっていうのが今流の足なんだよ。そんなにモーションの動き多い割には、そんなに変に前にお辞儀するようなロールは出ない、うん、ね、やっぱり後ろでいなしてんだよこれ。後ろで全てのこう動きのバランスを後ろのストロークに持ってってんだね。こうあんまつんのめるような動きにはなってない。そうだから前はね、比較的突っ立ってくれるから、だから一瞬乗ってるとなんかこうクイックで反応するような車に見えちゃうな。グッて入れていくと後ろの方がスッて流れ始めるでしょ。でこれはね、おそらくリアのバッテリーの重さなのかな。完成、うん、イナーシャ、イナーシャ分で相当持ってかれんね。で全体的にロール選択を高いから、イナーシャでもろにグッと後ろが持ってかれる感じする。そっかそっか、リアの重さ、うん、リアの重さとね、リアのジオメトリーだよね。だからね、確かに接地感はないけど不安感もないんだよこの車。そうかそうかそうか、うん、いやだけど電気自動車って普通こんなブレ標高はさ、もうちょっと抑えてるよな。これなんかガソリン車みたいだもんね、ディーゼル車か。だけどこれは本当リアから入ってくるロードノイズすごいな。これこれリアですよこれね。これルーフレールからさ、頭の方にバーッと入ってくるんだよな。増幅されちゃってるんですかね。いや普通だけど、ね、電気自動車でバッテリーマウントしたらこの辺はもうちょっと消えてるけどな。確かに。これね、いやロードノイズもね、これバッテリー、床下のバッテリーでロードノイズみんな消えちゃってるよ。これこれものすごく上質な感じだと僕は思ったんですけど、うん、いやベンツ BM やっぱり EV の良さってのは滑らかさ、上質感にやっぱりどんどん振って、うん、それで
あのさっきのアウトランナーと違って、うん、重くてブッシュはこうたわんじゃうんだけど、うん、サスペンションのジオメトリーから、うん、タイヤの接地感がちゃんと伝わってくるから、うん、不安感がないのよ。わかるのよ。だからタイヤの接地感がちゃんとこのハイキャスターでね、このあのキャスタートレール取ったこのタイヤの接地形状の感触がちゃんと伝わってくるわけだよ。だから車が重くなってブッシュのたわみがちょっと増えて反応がこうやってちょっと気持ち遅れんだけど、全然その違和感ないし恐怖感もないのよ。安心感がね。で、ある意味じゃ接地感がちゃんと伝わった上でブッシュのたわみでこうやってちょっと遅れてくると今度逆にこれが上質感に変わっちゃうのよ。ああ、なるほどなるほど。うん、あのしなやかさであったり上質って言葉に変わってきちゃうのよ。うん、うわあ、やっぱり。思いなりにうまくまとめてますね、やっぱり。やっぱりね、サスペンションのね取り付け剛性があるから、うん、で何度も言うけどタイヤの接地感が伝わって、うん、サスペンションのアームだとか、はい、メンバー類の取り付け剛性がきちんとしてるから、うんうん、全然不安感ないし、重たいは重たいけれども、うん、いやこれもね、梅ちゃんこれ今 30% でしょ、うん、じゃあ今度 50% だとこういう感じでしょ、うん、で今度これを80まで踏むとほら、うん、だからこの30から30ですねで50ですね。あ、そっかそっか。で80分だ。これがね、直六のターボのね盛り上がり感とほとんど同じなのよ。ちなみにスポーツ、うん、まあ、スポーツしました。はい、これ30。あ、けどレスポンスが違うね。そうで、これ80。あ、けどやっぱレスポンスが違いますね。そう、余裕がなくなっちゃうけど、よりアクセルの動きダイレクトですよね。そう、いやだからね、これエンジン3リッター直六のターボエンジンと同じ味付けになってるよ。このアクセルの踏み具合でね、加速するねレスポンスと G の出し方って本当だ面白い。やっぱりやってんだよここまで BMW は。でこれをまたコンフォート、うん、はい、あ、けどやっぱさっきよりも全然マイルドになりますね。マイルド、うん、いやだから運転してて疲れない、コンフォートのが。ちなみにもう一丁エコがあるんですけど、はい、今エコこれちょっとだるすぎ。いや、全然だるくない。やっぱりモーターってトルクあるから楽だよ。エンジンみたいに待ち時間ないから。やっぱり動きとしてはリニアなんですね。そうだよ。いや俺これエコでもいいと思うよ。だって今だけどさ、俺今山道走ってんだからね。普通の道だったらエコで全然十分だよ。今ここだ結構急な上り坂ですもんね。そうだよ、あの都内走るんだってこれエコで十分だよこれ。これスポーツなんかしたら逆にあれですね。そうそう、ギクシャクしちゃいますね。逆にギクシャクだよ。いや本当スポーツは楽しみのモードだけだよ、うんうん、これで十分。BMW が作ると BMW になるってことか。 BMW なんだよ。だからね、その自分のこのブランドステータス感のね、こういうこういろんな特性にね、例えばバッテリー V にしたからっても、うん、ちゃんと合わせ込んで、その自分のブランドの味を感じさせようとですね。やっぱりここまでね作り込んでる、やっぱりヨーロッパのメーカーってやっぱり真面目なもの作りやってると思うよ俺。はい、今日ね、まあ桜もいい感じの箱根なんですけど、今日 BMW のまあ元々これ原型は X3 なんですが、まあこれをバッテリー V にしたということなんですが、やっぱりびっくりしたのは、皆さんバッテリー V っていうとね、いやガソリンエンジンとバッテリー V は別のものなんだよってこう分けがちなんですが、今日この車に乗ってびっくりしたのはね、もちろん X3 っていう元々のベースボディ、まあ、これはしっかりしてますよね。でこれにバッテリーとモーター乗っけましたよ、基本パッケージは利用してますよ、
だけどやっぱりバッテリー EV になった時の滑らかさ、上質さ、やっぱりそれがきちんと生きてますし、なんかこれアクセル踏むとね、直列6気筒のターボエンジン、ちょっと踏んだ時ね、普通に踏んだ時パワー出した時、なんか加速の出方がガソリンエンジンとバッテリー EV でこううまくコーディネートして、やっぱり BM の味っていうのは生きてる。やっぱり電気自動車だからこんなことができるんだよっていう、ある意味面白さ、ブランドをどうやって守るか、こういう面白さをこう見ることもできました。アウトランダーはね、やっぱり純粋なピュアバッテリー EV と違って、まあバッテリーだけで、まあ80キロ100キロぐらいカタログ値走れますよ、だけどいざとなったらガソリンエンジンでカバーできますよっていう、こうまあ PHEV で、まあ利便性的にはあるんですが、まあ正直言ってこの車に乗った時に PHEV として、まあ最新の技術でこういう組み合わせでこういう走りができますよっていうのはこう感じることができました。まあただ乗り心地ちょっとね、もうずっと走っててブル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 出てきちゃいますし、やっぱりハンドル切って素直に曲がるんですが、やっぱりこう接地感がこうもうちょっと欲しいなって思う部分があったり、まあ車全体としてはね、まあ教科書通りに作った車だよ、それにまあ PHEV という新しいユニットを乗っけました、でデザイン今流にしましたっていう組み合わせなんですよね。まあだからまあなんてこう表現していいかわからないんですが、正直言ってこの車の評価は非常に困ったというのが今日の実情です。